です。そして、はいです。みなです。はい、三鉄市の川崎です。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日は、川崎さんに来ていただきまして、すでに予備サインが、一旦かけてもらったんですけれども、今日はこのメンバーで、ママと催眠を食らっていこうというような、企画となっております。で、川崎さんは YouTube をやられていて、はい、概要欄に、本当にビッグゲストの方に催眠をかけてたので、ちょっとね、僕も結構催眠に興味があるので、お二人はどうですか、催眠に関しては。あんまり。まあ、普通はそうだと思います。で、ちなみにどんな催眠をやられてるのか。そうですね、催眠術は、まあ、いろんな段階がありまして、仮に催眠だと、体が固まっちゃうとか、動かせない、もう味が変わるとか、好きになっちゃうとか、あれが嫌いなとか。感覚が変わる、より深い催眠とかだと、まあ、もう何かを思い出せなくなっちゃうとか、自分の好きな人と喧嘩になるとか、まあ、そういう世界もあったりするんですけど、それでああいうの出してもらえねえかな。いやなんですね、かかればそういう世界もあるかもしれないです。思い出せるだけは嫌だけど。今日は、皆さんが聞いてる方法を出されたさらに行きました。お願いします。はい、じゃあそのことでまず誰からいきますか。あ、じゃあ三人の動機でまず一緒にやっていただいて、はい、まあ、それぞれ、まあ、3人の分かりやすさのチェックみたいなテストをやりますので、まあ、それを見て、まあ、なんか自分はどうなんだろうなとか、あるいは周りの人見て、ああ、分かりやすそうだなとか、あるいは意外と分かんないかなみたいな感じで、ちょっと周りの人を観察して、ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあ覚悟はよろしいですか。はい、はい、ちょっと軽くリラックスして、先ほどちょっと呼びたいのでかけさせていただきまして、それもおさらいにしていただきましたが、これからやるのは、まあ、頭の中にイメージしたことに、どれだけ体に影響を及ぼすかっていうですね、これ別に良いと悪いじゃなくてですね、まあ、例えば野球に乗せらしたっても、まあ、メンタルがパフォーマンスに影響を及ぼしやすいかな、あるいは全然感じますか、全然動じない方がいると思います。落ちてなんか考えることしか考えると思います。ネガティブな考えたら逆になるかと思いますけど、それが自分がどれだけこう自分の思考に引っ張られるみたいな落ちてしまうと両手を取ってみます。どっちかの手は言ったとき、どっちかの手は何かやるんですか。立ち上がって一人一人、あ、このままで床立ち上がって右スキルコードは、糸がこう伸びていることをイメージしてもらっています。糸の先には、上に風船が入るのですが、ね、まあ、風船もあれですね、空に飛んでいっちゃいます。上に風船が入ったら、腕が軽くなって、腕が引っ張られて上に上がる。この方も、上に向けている本は辞書です。まあ、あるいは分厚い本です。本を出して、重たくなるということです。これから3人が目をつぶっていただいて、僕の声を聞きながら、風船のイメージ、そして重たい本を膨らませていただきます。じゃあ、ゆっくりと目をつぶっていただきます。じゃあ、まず深呼吸させて、吸っていただいて、さあ、吐きましょう。さあ、吐きながら、握った方の手には風船がつながります。それがどん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 軽くなって、上に上がっていきます。で、じゃあ、上の方に向けている方に、辞書が乗った時にどん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 重たくなります。目をつぶって呼吸を楽にしながら僕の声を聞いていると、どん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 イメージが膨らんでいって、さあ風船の方で握っている方では軽くなります。辞書の方もどん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 重たくなります。さあ3つ数えます。3つ数えたらゆっくりと目を開けてみます。1つ2つ3つ、おはようございます。ゆっくりと目を上げてみてください。ちょっとね、この状況ではあまり言わせずに、周りの人もちょっと聞いてみてください。さあ、どうでしょう。いや、すごいな。周りの人見て、まあ、意外だなとか、あるいはお二人の間でなんかこう、あれちょっとこう、影響するものが持てたとか、そういうのってあります。あるいは、両方で、ご自身は。いや、だって、だって重かったですよ。右手軽いし、左手重かったですよ。ああ、もう、そのものズバリですね。思っているより腕が疲れる。そうですね、
やっぱり自分の感覚とイメージした感覚ってまた違うじゃないですか。例えば手の先じっと見つめていて、なんかこう、まあ、じっと見つめてる感覚をもやもやしてる感じといいますか、感覚を自分の頭の中の感覚と実際に触れられている感覚っていうのが、まあ、それぞれあるんですけれども、まあ、それの割合がどれだけ大きいか、頭の中の感覚と実際の感覚で比率です。実際の感覚、イメージの感覚の割合が結構でかいね。どっちかというとリアルの実際の感覚の割合が多いですよね。そっちかつどうしたらいいのか、あったらね、ちょっと気持ちいいですね。まあ別に悪いことじゃないですからね。ポジティブシンキングができた場合はかなりでかいパフォーマンスができるはずですね。そうしましたら、これからいよいよ本格的に最後に使っていきたいと思うんですけども、じゃあ、こういうふうに、どっちの手でもいいですか。で、まあ、爪が立ったら考えて、じゃあ、まず指を出して、で、手のひらをこう、自分の方に向けてみてください。また立ち上がっていくと近づいているときに触りながらやっていきたいと思います。さあ、爪の内側のところにじっと見つめながら僕の声を聞いてください。じっと見つめながら、僕の声を聞きながら、自分の手の見つめやすいようにじっと凝視してください。さあ、僕の声を聞きながら、じっと見つめていくと、だん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 手が、指が固まって、手が開かなくなった。その状態でじっと見つめながら、なんかそのままぎゅっと強く見つめる。ぎゅっと。強く握ると、爪の色が変わるような、なんかちょっと指先が震えるような力が出てくる感じると思います。その感じ感じながら、今度は僕の声聞きながら、手握った状態で、ふっと力抜いていく。ふっと力抜くと、今度は爪の先に色が残って、まあ、血が巡る感じ、血が柔らかい感じ。その状態で3つ重ねます。3つ重ねると手がガチガチに固まって、手が開かなくなります。1つ。今、手がガチガチに固まって、ほら、指が固まってしまって、開こうと思って申し上げます。試しに開こうと思ってください。これは開いたって大丈夫なんですけど。全然開かない。これは結果が如実に出た感じですね。開いたとはね、ちょっと手をぶらぶらしちゃう。俺は試しにこう、チャレンジしてちょっとお二人ちょっと近づいてくれて、手を見せてあげてください。マジです人差し指だけ撫でます。人差し指だけこうやって撫でてあげると人差し指だけ撫でます。人差し指だけ怖い。 OK です。まだ手固まってますよね。いや全然固まってます。ちょっと腕しっかり伸ばしましょう。硬い感じが肩まで伝わると思ってください。腕の中に1本木の棒が入ったと思ってください。さあ3つ数えます。3つ数えると腕の中に木の棒が入って腕で曲がらない。そうですね。2つ、3つ、まあ、腕の目ふわっとですね、ふわっと固まってしまって、腕曲げようと思います。全然わからん。結構ね、触ってみると硬い感じがすると思うんです。試しにちょっと。手に勝てる感じさせて、このまま結構大変だと思います。3つ出せます。3つ出せると、腕から腕に力が持って、腕曲げられるようになりますが、今度上半身の力が入れたら、2つ。最後にかからない人ってなりますよ。ただまあかかるのに非常に時間かかる人とかが短い間にかかる人がいるだけなので、まあ、2人とね、その長い間時間かければあれなんですよ、釈放することにもございますので、じゃあまた目をつぶって OK しましょう。体から力が抜けてきてください。さあ僕は今から10数え下げながら結局肩に触って両半身を出します。そうすると足から力が出てきて、まあ、立つことができなくなります。足から力が出て立つことができなくなります。10、9、8、力が出てきます。
ゆっくりと目を開けてください。そうすると今最後に深呼吸してみましょう。深呼吸すると体から力が抜けていって足から力が抜けて力が抜けていきたい。ほら試しに立とうとしてみる、立とうとしてみる。これが精一杯です。これが精一杯です。あ、危ないの途中でやるの結構危ない感じしますね。そうですね、はい、後ろ体重になっちゃう。後ろ体重になっちゃう。ちょっと楽しみにします。さらに動けなかったですね。怖い怖い、立つの怖いです。ちょっとこうお二人は試しにもう一回立ち方、立ち方っていうのはそうですね。ベンチになんか仕掛けがあるわけじゃないですよ。めっちゃ数え方出ます。一つ、二つ、どうぞ。はい、ありがとうございました。
そうそう、立てない。さあいつやるかげんと、もう立てないんだけど。うわぁ、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 うわ戻ってきました。帰りましょうか。帰りましょう。平さん、お疲れ様でした。バケショー、よし、帰ろう。本当に立てないですか。もういいですよ、終わりましたんで、もういいですよ。平さん、いいですよ。お疲れ様でした。リアクションどう？いや、素ですか。バトンありがとうございます。サムネお願いしますか。サムネちょっと。すごい。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。